とりあえず今荷下ろしの方は完了してまして、今静岡にいます。今からね、岩田の方へちょっと積み込みの方へ、ね、向かいたいと思います。天気は大丈夫みたいなこと言ってましたけど、なんか曇ってきましたね全然大丈夫じゃない感じになってきましたね。っていうか、もういかにもなんかもう降りそうな感じになってきたんやけど誰ですかね、さっきなんか青空で今日は大丈夫でしょうなんて言いよったやつは、まあ、とりあえず降らんことを願って走っていきましょう。またインター降りていきます。とりあえずここからあと15キロほどで積み込み場所に行くんですけど、まあ、積み込みもちょっとあっち行ったりこっち行ったりするような形で積み込みしていきたいと思います。とりあえず1号バイパスに乗りまして、まあ、ちょっと1号バイパス走ってからまた速度を降りていく感じになるんですけど、とりあえず今からバイパス乗っかります。はい、それでここのね、信号がね、微妙な感じなんですよ、ここの信号は。本当わかんないですよね、これ。信号が変わったのか、対向車の。行けましたね。さあ、とりあえずここでバイパスに乗っかってちょろっと走っていきたいと思います。また天気良くなってきましたね、ラッキい。ちょっと待ちですね。多分今1台積んでて、もう1台大型が積んで、その次僕なんで、ちょっと待ちがあるので、今日はさすがに午前中は無理って感じですね。昼からのスタートになっちゃいそうです。積みは一応午前中には積んじゃえるかな。あとまた伝票とかそういうので多分昼1からになっちゃうと思います、まあ、とりあえず待つしかないですね。しまいました。とりあえず、まあ、ちょっとご飯を食べて時間まで待ちですね。そんな感じでちょっと待ちたいと思います。
とりあえず今もう夕方になってきましたね。今5時前なんですけど、とりあえず走ってきて今中津川近辺にいます。なんとか雨は降らずにね、晴れた状態で走ってこれましたね。とりあえず今からもまたちょっと休憩時間挟みながら、この先もね、北陸へ向けて走っていきたいと思います。とりあえずあれですね、今日は小矢部の方へ向かってとりあえずね行きたいと思います。それから最近ちょっと増えてきたんですけど、白山の方へね住み込みに行きたいと思います。まずとりあえず小矢部を下ろしてからですね。これ空晴れているんですけどね、なんか雨パラパラしてますよね。の方は終わったんですけど、時間的にスッと行ければ高速乗っていこうかななんて思ってたんですけど、ちょっと昼も噛みそうなので、ある程度下でちょっと走ってからにしようかなみたいな、そんな感じで思ってます。また積んでからちょっとね高速使わないといけないので、なるべく節約という意味を込めてちょっと下道走っていこうかと思います。